はい、こんにちは、ピカですかね。 WRC ジェネレーションズやっていきたいと思います。やっとね、 WRC ジェネレーションズ発売になりました。 PS5 でねやっていきたいと思います。そしてね、サイドブレーキやね、こういうエッジパターンシフトね使ってたんですけど、もうね今日はねちょっとタイムが出したい。出るかどうか分かんないけど、タイムを出すためのいろんなねことをねやるっていうのをねやっていきたいと思います。 WRC ジャパンも始まってね、いよいよちょっとテンションが上がってきたんで、この WRC マシン、最新のね2022年モデル、このハイブリッドの WRC マシンをなんとか乗りこなしてやろうということで、ちょっとね今日はいろんなことをやっていきたいと思います。そして今日はね、いつも丸いハンドルをね使っておりますが、今日はねもう関係ない、関係ないっていうか、まあちょっと試しにねこの F1 ハンドルね使ってみたいと思います。何がいいかっていうと、サイドブレーキをねここにちょっと設定してみようかなと思いますよ。パドルシフトの H パターンとかやめてね、サイドブレーキここっていう、どうなんだろう、どうなんだろうってね。なんか結構でもなんかさ、 WRC マシン最新のやつだともう本当にこの近くにあるよね。ちょっと遠いんですよこれね、ここなんですよ、遠いんですよここだから、なんかちょっと遠いな、だからもうここにあるよりももうここでいいかなっていう。ただね、ちょっとやってみたらね、こうなってる時にここあー押しづらいってなる。だからここに欲しいね、サイドねっていうね、本当にタイムを競うレイアウトになると、両方どっちでも引けるようにしときたいみたいな、なんかこうなった時にはこっちで引きたいし、こうなった時にはこっちで引きたいみたいな、こうでこう、まあまあ、うん、どうなんだ、こうでこれがちょっとおかしくないみたいな。だからこうしといてこっちで引くとかっていう、まあ、なんかねマンマシンインターフェースみたいなこともちょっといろいろとね工夫しながらタイムをね出してみたいと思います。そしてね、このリーグっていうねマルチプレイヤー始まりましたね。そちらのね説明した動画概要欄に貼っとくんで、そちらの方もご覧くださいということで、今日はねとりあえずクイックプレイのジャパン、そのね最初のこう長くてステージ、ここをもうとにかくいろんなセットを出しながら早く走るっていうのをやっていきたいと思います。いや、とにかく早く走りたい。どんな感じなのかねやってみて、それからこう日本がね超リアルになってる、超リアルになってるんだよ。いや、 WRC10 から比べてね相当日本がリアルになってる。他のところは結構リアルだったんだけど、日本だけちょっとなんかスケール感がね若干ちょっと違ってたりとかしたけど、ほらなんとなくこうスケール感がねあったというかね、いい感じになりましたよ。ということで、この車ハイブリッドシステムを搭載しています。ハイブリッドのマッピングは3パターンですね、これの中から選ぶということになっています。これは実車の WRC マシンでも同じことですね。1番は加速に優れている反面パワーゲージがすぐなくなる、まあ、要はパワーってことですね。2はパワーと加速を両立させているバランス取ってる、まあ、持続時間もパワーもねちょっと空いたってことだね。で、3番はねもうお分かりでしょうけど、加速はそこそこ、パワーが長く続くということになってますので、まずはちょっと真ん中でねやっていこうか。真ん中でやってどうなのか。タイヤの選択はソフトアスファルトで OK だと思います。車のセットアップは一旦ノーマルでやってどうなのかというところですね。で、ランキングはねステージごとに見れますので、世界ランキングを確認しながら自分の順位を上げていくという遊びをねちょっとやっていきたいと思います。リーグモードを簡単に説明しておくと、これマルチプレイヤーでね、要はシリーズ戦みたいな形で10周にわたって戦うということですね。1周あたり3ステージかなが用意されていて、そこの連続して走って合計タイムが速いもん順に順位が入れ替わりながらね、リーグが進んでいくという形ですね。でも今日はちょっとね一つのステージにこだわってどこまでいけるかっていうトータルをやっぱ覚えてられないし、時間のない方もねいらっしゃると思うんで、そういう楽しみ方もできますんでね、ちょっとそれをねやっていこうかなと思います。それでは一回ちょっと走ってみよう。クラッチ踏んで、このサイドブレーキを引きながら一速に入れて、クラッチとねサイドブレーキ引きながら、ちょっと待って、クラッチを離すと同時にサイドも離す。はい、最初はね自動的に電気が使われてものすごい加速を見せる。ガッものすごい加速のままぶつかったんだけど、大丈夫か俺、大丈夫か、もう一回、もう一回いけ。すごいな、なんかちょっとロールが、このロールがちょっとこうちょっと激しいんだよな。ちょっとなんか車重が重い感じが、ちょっと曲がらない、曲がらない。
ちょっとロールが激しいな。アスファルト上だとちょっとそれ直したいね。なんかこうすごいこうロールするんだ。ロールがすごいからちょっとそれ直しましょう。セッティングしよう。はい、詳細設定にしてこれでちょっとスプリングだね。ちょっとこれから、あ、やっぱ柔らかいんだな。めっちゃ柔らかいっす。とりあえず真ん中ぐらいまで硬くします。リアも硬くする。ショックアウト相場はそれに合わせて、まあ、若干伸びも、最低地上高も若干下げますね。もうターマックなんで。キャンバーは若干つけよう。アンチロールバーも、まあ、ちょっと入れた方がいいね。そんな感じで、まあ、フロントも下げる。フロントの方がリアに比べて下げた方がいい。キャンバーもまあフロントリアほどじゃないけどキャンバーはつける。アンチロールバーはフロントの方が若干強め。サスペンションですね。デフのプリロードがねちょっとかかってないから反応が遅いんですよね。それが嫌なんで、まあ一旦プリロードだけをつけます。ちょっとこの辺ね、まあちょっと分かんないかなっていう感じですけど、まあ一回これで走ってみます。さあ行くぞ。2 1 5 80。おー、めっちゃしっかりした。おお、いいよいいよ。ガーちょっと待って、いいけどどこ行く。ちょっと待って、いやいいけど、ちょっと動きがダンパーが締めすぎて動きがちょっとこう鈍い感じ。難しいね。なんか速くなったんだけど動きが、ロールがゆっくりなんだよね。動き出しは速いけどほらロールがめっちゃ、なんかめっちゃリアが車重。おお、サイド引いたよ今。おお、だいぶいい。量がこう残らない感じ。なんかミッドシップみたいな動きする。からの右4ブレーキ、もうスクエア左ドンドカット。右4からの左3いいね。右3ショートからの左4すぐ右5 80。ポーションハードブレーキ、スクエア左。あ、これはいいわ。間違えた。からの左5すぐ右4ドントカットナロー。おお、めちゃくちゃいいじゃん。はい、や。からの左6ロングタイトン3ドントカット50。ちょっとバネ硬い方がいいな。リアポーションハードブレーキ、エアピン右、岩イン30。サイド引けていてドントカットからの左5。絵的にね、映えないけどね。なんかサイド手伸ばしてた方がいいけど、ハードブレーキ、すぐエアピン右操作的には。あ、ここがきついね。この状態でサイドスクエア左カット30フラット右80。ここはちょっと遅いのか硬いと。高速セッションも早いな。ハードブレーキスクエア右スモールカット100。スクエア右ドントカット80。カットしちゃうよ。フラット左すぐ右4からの左4。看板立ってた人、あ、看板がかかってる。中キープ。うわ、危ねえ。からのフラット左80。正コントロール。本当にミッドシップみたいなこうランドセルを後ろに背負ってるようななんか感じだなこれ。フラット左すぐフラット右30。はい、や。嘘でしょ。からの右4。からの左3回転80。ここは左5ショート100。
ここ怖えな。何キロ出てんだ。いける、全開でいけるんだ。でもいけねえな。左、うわー、ここはちょっと全開できない。うわー、怖え。左のハードブレーキ、すぐスクエア右。もっといけるか。すぐ左4、200。いいね。あぶねえ、ぶつかった。サイドいいよ。うまい。まぐれ的に。はい、今が巻きすぎた。うわー、失敗した。やっぱサイドちょっと難しいな、ここだと。ヘアピン右、スモールカット30。左にドントカット。30、オーバー、フラット右、すぐフィニッシュ。低速で曲がりづらいか。さあ、4分25秒という結果になりましたね。はい、ランキング262位だな。さあ、これをどのくらいあと30秒も詰めなきゃいけないらしい。嘘だろ。すげえな。じゃあちょっと変えていきましょう。まあ、デフのね、ちょっとリア側のプリロードも上げておきた方がいいね。トルク配分、あ、トルク配分ができるんか。トルク配分ちょっとリア寄りかな。リア寄りでいいような気がする。わかんねえな。ちょっと俺運転できないね、リア寄りじゃないと。まあちょっと変えてないけど、まあ、リア寄りに変えたっていうことで、さあ行こう。3、2、1。これもう実際のさ、レースと違うのはさ、こんなに実車のさ何回も練習できないし。ドントカット、ハードブレーキ50。あー、これちょっと違う。クエア右、ちょっと、これちょっと待った。リアがやばい。リアがめっちゃフラフラ動く。何これ、ちょっとわかんないな。これどうしたらいい。ここに戻ってきて練習しよう。練習しよう。なんか違ったな、もっと。なんかさ、一回ちょっともうマックスいっちゃっていい。チロールはさすがにデフ、これは一旦50、50にしとこう。じゃあちょっと全型でいってみよう。一回全型、全部硬い。ああ、これが全型ね。荷重かけるとタイヤがよれるんか。ハードブレーキ、スクエア右からの左3からの右3、アットジャンクション150。いや、悪くないぞ、全型もな。これでフロント寄りにすれば、FF っぽく走れば。右4からの左3、中キープ、右3、ショート。からの左4、すぐ右5、80。ハードブレーキ、スクエア左オープン。からの左5、すぐ右4、ドントカット、ナロー、ロング50。なんか落ちてた。思わず避けてしまった。からの左6、ロングタイプン3、ドントカット。なるほどね、これが全型か。どう思います。じゃあ今度リアをちょっと柔らかくするか。リア半分、全部半分。もう分かんないから、ちょっと二分検索でいくしかないわ、これ。発進、80。ああ、リアが沈むね。加速でちょっとリアが来る。
ここで残るわ。なんかね、ちょっともうちょっと走んないと分かんないな。伸びだな。ちょっと待った、リアの伸びだけちょっと硬くしたい。リアがこう伸びてそのままなんか荷重が残っちゃうっていうか、こうついてこない感じだから、これはリアをもうちょっとこう伸び号をちょっと硬くした方がいい。でもリアの伸び硬くすると若干いろんな問題が、フロントにね荷重がいかないから、ブレーキングした時にね、ブレーキバランスも変えなきゃいけないって感じ。あ、いいじゃん。すぐキックドントカット。いい。でもだいぶこうこうなる感じが収まってスッといくけど、ちょっとリアがもうちょっと硬い。いや、リアに対してフロントに対してリアがちょっと柔らかいな。もうちょっとこのフロントに合わせていくんだったらリアはもうちょっと硬い方がいいですね。二分検索だからさらに半分ですね、うん、でもこれはもうマックスでいいと思う。1発進80、うん、フラット右回転、悪くない。左5ショート、すぐ右5、すぐキックス、きついな。いや、なんか元に戻ったな、動きが。用の作り方なんだろう、アンチロールバーかな、なんかちょっと違うな。いやー、むずいね、むずいね。なんだろうね、どうしたらいいと思う。アンチロールバーリアちょっと入れてみようか。3、2、1、行くぞ。80、フラット右回転、すぐ左5ショート、すぐ右5、このアンダーだな、アンダーだな。ちょっと待って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 、ちょっと待って、アンダーだ。次アンダーになった、リアが食ってアンダーになったね。難しい難しい、ちょっと待って、いいとこ出る。発進80、加速はいいんだよね、なんかちゃんとリアに荷重がかかって、すぐ右5、すぐキンクス、ロントカット、ハンドブレーキ50、気に入らないな、これ。なんかな、左右左右にこの重心値が高いんだよな、ちょっとな。あ、でもすごい。あ、でもリアが食って食う。あ、これ速いかもしれない。ほら、すぐ右4、すぐ左5、ショート30、これ速いだろ。あの板を使ってしまった。あの板を使おうとした。いや、これちょっと速いかもしれない。あとなんだろうな、ちょっと待って、あとなんだろうな。フロントの伸びをもうちょっと柔らかく、じゃあバンプ側だな。これちょっととりあえずバンプでいった方がいいから、フロントの縮みをちょっと柔らかくしてみようか。いや、結構もう結構いい感じだよ。3、2、1、行くぞ。80、フラット右回転、すぐ左後ショート、すぐ右後。あー、ちょっとだるいか。すぐキンクス、ロントカット、ちょっとハンドルが、あー、だるいね、だるいだるいだるい。あー、どこ行く。だるくなるな、ハンドルが。なんていうの、伸びる感じ。なんか縮む感じだね。縮んで縮む時間だけこう入ってくるのが遅くなるっていう感じだから、まあキュッキュキュッキュ運転し、キュッキュキュッキュってない。運転したいから、もうちょっとこっち、これはもうこれでいいような気がする。いや、むしろこれをこうしといたら、アンチロールバーで逆にちょっと止めるか。それも合うか、あるかもしれないな。1、さあ行くぞ。80、フラット右回転、すぐ左後、縮むね。すぐ右後。すぐキンクス、ドントカット、ハードブレーキ50。ちょっと遅れる。右、ドントカット30。若干アンダー。ハードブレーキ、スウェア右、からの左3、からの右3、アットジャンクション150。ちょっとなんか違う。ポルシェみたいになっちゃった。右後、ハードブレーキ。ポルシェみたいになっちゃった。ダメなのかそれ。すぐ右4、すぐ左5、ショート30。あ、なんかポルシェみたいになんかわかんない。ちょっとなんかわかんない、なんか変なバネなんだろうね。ポルシェみたいになっちゃった。ポルシェみたいになっちゃった。これダメダメ。ポルシェみたいに、なんかね、なんかね、狙ったラインに行けないんだよ。なんか違うんだな。なんかフロントがね、狙ったとこに行かない。かっこ個人的感想。いや、だからこれでいいかもしれない。これで一回タイム出すかな。やってみようか。さあ、ちょっと一回タイム出しとこう。
電気がすげえなこの力が。すぐキンクスロントカットハードブレーキ50。モリアが右ロントカット30ハードブレーキスウェア右からの左3からの右3アットジャンクション150うん、いいね、気持ちいい、この加速たまらん。硬いな足が自分でやっといて。ちょっと前寄りの方がああいう場面でリアが出ないのか。からの左4、すぐ右5、80コーション、ハードブレーキ、スクエア左オープン。からの左5、すぐ右4、ドントカット、ナロー、ロング50。あとこのブレーキな、覚えてないとなせない技だよな。コーション、右4からの左6、ロングタイクン3、ドントカット50。いやあそこもうちょっと壁を走りできる。ここギアが出てきちゃう。コーションハードブレーキヘアピン右リワイン30。左サイドドントカットからの左5。こういうとこも壁走りにした方がいいんだよな本当はな。ハードブレーキすぐヘアピン右30。左にカットオープン。すぐスクエア左カット30フラット右80。まあいけた、覚えてなかった。まあ全然遅い。スクエア右スモールカット100。スクエア右ロントカット80。ここもカットなんだよな。フラット左すぐ右4からの左4中キープ右4回転ロングからのフラット左80。ちょっとアンダーだ。フラット左ではなくすぐフラット右30右6ショートナローからの右4からの左3回転80。流れちゃう高速でね。もうちょっと踏ん張らさないとダメだ。左5ベリーロングタイトン30。あそこの立ち上がりだな。右5ショートすぐ左5 50。右3 30。ヘアピン難しい。コーションハードブレーキ5ヘアピン左200。うわサイド使わない方がいい。トラクション右3 150。うわーここ回ってた方が早いよな。4分13秒結構縮めたな。10秒ぐらい縮めた。まだいける、まだ全然いける。とりあえず88位まで来ましたね。まだ全然いけるな。多分ちょっと方向性が違っ
てるというか、まだ踏めるところでね、踏めてないんですよ。あとアクセルオフでダラーッと回るコーナーのボトムが遅いんですよ。ちょっとなんかね、前後のバランスというか、こうちょっと硬すぎて、もうちょっとこうちゃんとしっかりロールさせながら、ロールをしっかり止めて、でタイヤをしっかり使えるような形のセットにしてあげてっていうことをやると、コーナーリスピードが全然上がるんで、なんでまだちょっと全然ダメですね、まだね。でもまあちょっと一個一個まだ全然こう一目盛りずつ詰まっていく感じじゃなくて、なんか大雑把にオンオフみたいな感じのところなんで、あとちょっとデフのやっぱり考え方、今はちょっと50-50だけど、ちょっと前寄りにした方がドアターンみたいなことでこう巻き込んでくる時方が早いのかどうかで、やっぱ最後のところでこのハイブリッドシステムの設定がどっちがいいのかみたいなところに、まあ落ちていくのかなと。あとはまあデフのセットが まだ全然できてないから、これがデフをもう少しこう詰めていくと、3つデフがあるからね、これはちょっとよく分かんないんだよ。これなかなか難しくて、本当にこうまずだからトルク配分が前寄りがいいのか後ろ寄りがいいのかにもよってもデフのセットが全然違うしっていう要素がね、すんごいたくさんあるんだよね。だからまあむしろ面白い、こっからちょっとずつタイムを詰めていくっていう行為がやっぱ面白いし、でこれ今ターマックでね、アスファルトじゃないですか。だからどうなんだろうな、そこがねターマックになったらまた全然全く違うだろうし、ね、天候が変わるし、これね、タイヤが変わったら変わるしっていう、その辺のこう自然との戦いの部分、まあ、単独走ですよ、もちろんね WRC っていうのは、でもなんかそういうところのこう自然との戦いっていうところがやっぱ面白いですよね。はい、ということで今日はね、まあ、タイムアタック、まだタイムアタックまでは行ってないけどね、まあ、こんな感じでやりながらタイムとセットを詰めていくっていう、その面白さ、まあ順位はね、まあどうでもいいんですよねって最初は思った方がいいですよ。やっぱ速い人は速いんでね、でやっぱノウハウがあったりとかするんで、でもやっぱり自分なりにね、ちょっとこう動きを楽しむっていう、今でもなんかちょっと硬いとかリアが流れるとかパーシャルでどうなとかっていう、そこのね、こうなんだろうな、タイム、絶対的なタイムが速い遅いだからね、なんかこうつまんないとか面白いとかそういうことではなく、動きを楽しむっていうね、こう変化を楽しむ、そしてね、こういう峠道をいかに攻めるかっていう、このいろんなシチュエーションでね楽しめるっていうところが WRC の魅力かなと思います。まあ単純にね、こうシムっていうことだけで特化して言えば、通常のオンロードのゲームっていうのはサーキットの数もね、世界100個まああったとしましょう、でまあそれぞれに10個コーナーがあっても、まあ、1000個しかないわけじゃないですか、コーナーがね。でも WRC ってさ、やっぱコーナー数がすごい多いから、今一つのステージ見ただけでも何十コーナーもね、下手すると100コーナーとかあるわけじゃん。それがやっぱちょっと面白いかなっていうね。でその一個一個をちょっとずつ攻略していくっていう楽しみがあって、なんでこれはね、本当にやればやるほど速くなるっていうか、もちろんそれはだってね、普通のことじゃできないことでしょ、峠を走るなんてことがさ、ね、サーキットのコーナー、決められたコーナーをね、富士の1コーナーどうやって回るかとか、結構汎用的なさことだったりするけど、長くての13コーナーどうやって回るとかっていうのって分かんないじゃん。だから分かんないけど、それをなんとなくこうコントロールしていくっていう、コーナーを攻略するというよりはマシンをうまくコントロールしていく、その動きをどうするかっていうことを決めて、それを楽しんでいく、そしてその動きを自在にコントロールできるようになるっていう、そこの面白さっていうのがやっぱちょっと違うんだよねっていうことなんだよね、俺の中で。そこがまただからラリーの醍醐味っていうか、まあ峠の醍醐味、まあ俺ラリーはやったことないけどねやっぱ峠の醍醐味って言ったらやっぱそこじゃない、自然が変化する中ね、もう目の前がさガードレール崖だったりするところをね、車をきちっと正しくコントロールして動かし、それをもうね10センチ単位5センチ単位とかっていうので細かくその姿勢コントロールだったりね、そしていかにそこを安全に速く走らせるかっていうねことを、まあ安全にね合法的に楽しめるっていうそれだけでも素晴らしいと思うけどね。はい、ということで WRC ジェネレーションズ PS5 でねやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。またねこれやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。マジで面白いこれ。よし、一回ちょっとタイム出そう。発進、80、フラット右回転、すぐ左5ショート、すぐ右5、すぐキック、ドントカット、タイム、タイム3、2、やべ、めっちゃ楽しいんだけど、さあ行くぞ、タイム、一回タイム出そうかっつって、何してんだ俺、一回タイム出そうかっつって